P が9に追突する問題なんですけど衝突の仕方が男性衝突って言ってますこれは跳ね返り係数反発係数 E が1だということつまりエネルギーが保存する衝突だっていうところまでセットで覚えておきましょう外力による力積がないので運動量保存則が成り立つ衝突後の速度ですけど正の向きに仮定してください初速度の向き右向きだから右向きを正とします なので衝突後の速度 P は右向きに V1 ダッシュ Q は右向きに V2 ダッシュっていうふうに仮定してくださいまず運動量保存速を立式しますそれからもう一つ E の式っていうのは相対速度の式で衝突前 Q から P を超えてみますねほんなら相手引く自分が相対速度やから V1 引く V2 だねそして衝突後 相手 V1 ダッシュ引く自分 V2 ダッシュで E の式っちゅうのは相対速度がマイナス E 倍になりますつまり向きが逆になって E 倍に遅くなるこの式 V1 引く v 2るマイナス今 E が1やから1倍ねイコール衝突後こういう式を1本作るんですよじゃあ左辺展開してあげたらこんな感じになってこれが丸2式とします お決まりりのの式変形がこの後あまますまず V ダッシュを求めるために V ダッシュ消去しましょう。<え>着目してほしいのがここですねこことここ見てもらったらまず符号がこっちがプラスでこっちがマイナスですよね。そしてこっちには LargeM がありますから。ってことは丸2式を LargeM 倍して足せば消えますよね。 でをを消すすすために1式足す M 倍の2式のいう計算をしていきま右、まあ辺,ね、辺はこれ消えてくれます左辺はラージ MV2 が2つありますから2ラージ MV2 そして V1 の項をこうやってくくりました右辺も V1 ダッシュでく,くくりましたで V1 ダッシュイコールの形に直すということでね で今 v1' が得られたからこれを2式に代入して v2' を求めてもいいんですけどこの式変形結構画期的やから同じように足したり引いたりして消すのもありかなと思います。今度 v2' を求めたいから v1' を消すためにこの部分とこの部分ねまず符号はどちらもププララススやね。でこっちにはスモール m があります。 だから丸2式を small m 倍して引けば消えますね。m×v1' が消えてくれる2つ mv1 の項がありますから 2mv1 にして v2 でくくるでイコール v2' でくくるってことで v2' イコールこれですね。